うん、なるほどね。それじゃあそれ以外のことを説明しようか。あれは何年前になるんだっけ。俺とミルフィーがアナザースペースに閉じ込められたのは4年前だね。そうか、もうそんなに経つのか。その時だったよね。俺たちをサルベージするためにライブラリを調べてたノアとルシャーティがアブソリュートに関する記録を見つけたのは。ライブラリ？ルシャーティ？ああ、ライブラリってのはエデンのバカでかいデータベースのことで、ルシャーティはそこの管理者さ。まああまり重要な部分じゃないかな。そうですか。とにかくそうして俺たちはある日突然アブソリュートの存在を知ったのさ。そしてそこへ通じるクロノゲートもほどなく発見され、それを開閉できるのがミルフィーだけだってことも判明した。はい。で俺たちはクロノゲートをくぐりアブソリュートへ行ったわけさ。正直驚いたね。アブソリュートを初めて見た時は星も何もない空間に無数のクロノゲートが並び、その中心にセントラルグローブが不気味に浮かんでいたんだ。聞いたことがあります。アブソリュートの中枢みたいなイメージですよね。みたいじゃなくてまさに中枢なんだ。なぜならセントラルグローブの中心にはマスターコアと呼ばれる部屋があってね、全てのクロノゲートを一括管理できるシステムがあるんだよ。全てのゲートですか？ああ、全てだ。もちろんゲートキーパーが必要だけどね。あ、なるほど、合点がいきました。だからベレルはミルフィーさんを。うん、なるほどね。それじゃあそれ以外のことを説明しようか。あれは何年前になるんだっけ。俺とランファがアナザースペースに閉じ込められたのは4年前だね。そうか、もうそんなに経つのか。その時だったよね。俺たちをサルベージするためにライブラリを調べてたノアとルシャーティがアブソリュートに関する記録を見つけたのは。ライブラリ？ルシャーティ？ああ、ライブラリってのはエデンのバカでかいデータベースのことで、ルシャーティはそこの管理者さ。まああまり重要な部分じゃないかな。そうですか。とにかくそうして俺たちはある日突然アブソリュートの存在を知ったのさ。そしてそこへ通じるクロノゲートもほどなく発見され、それを開閉できるのがミルフィーだけだってことも判明した。はい。で俺たちはクロノゲートをくぐりアブソリュートへ行ったわけさ。正直驚いたね。アブソリュートを初めて見た時は星も何もない空間に無数のクロノゲートが並び、その中心にセントラルグローブが不気味に浮かんでいたんだ。聞いたことがあります。アブソリュートの中枢みたいなイメージですよね。みたいじゃなくてまさに中枢なんだ。なぜならセントラルグローブの中心にはマスターコアと呼ばれる部屋があってね、全てのクロノゲートを一括管理できるシステムがあるんだよ。全てのゲートですか？ああ、全てだ。もちろんゲートキーパーが必要だけどね。あ、なるほど、合点がいきました。だからベレルはミルフィーさんを。え、何？タクト、フォルテ。信じてた。きっと何とかしてくれるって信じてたよ。ご期待には添えたかな。ああ、さすがだったよ。本当に戦いの時私は本気だった。でもそれはあんたを信じていたからなんだ。ああ、分かってるよ。でもささて、あ、それじゃあミーティングを始めようか。お、待てよ。フォルテもセルダールも解放されて一段落したっていうのに、いつも通りってのもな。よし、ティーラウンジだ。たまには雰囲気変えていこうよね。リコ、悪いけど。はい、すぐに手配します。みんなも聞きたいことがたくさんあるだろ。そうですね。お茶でも飲みながらまったり行こうよ。タクトさん、ミントさんからいただいたお茶を入れましょうか。
お、いいね。セロンだっけ。あれ美味しいよね。フォルテも好きだったよね。ん、ああ、そうだね。いやゆっくりお茶なんて久しぶりだな。はい、みんな移動移動。実に感心する。え、何がですか。シュトーレン中佐は現在自戒の念に苛まれている。ええ、そんな感じですね。本人もそれを気にすまいと努力しているが、ことあるごとに表面化しているようだ。特にマイヤーズ司令が入室してからはその症状は顕著に現れていた。よく分析してるな。そして中佐の発するいわば負のオーラは場を沈み込ませ、あのままミーティングを続けた場合、我々のストレスはかなりのものになっただろう。なんかオーバーな気が。そこでマイヤーズ司令は通常とは異なる例外的な行為を取り、場の雰囲気をポジティブなものへと一気に転化させてしまったのだ。良い意味で話の腰を折ったわけだな。なるほど。ああいったところは積極的に見習わなければと思う。そうですね。いつでも周りへの気配りを忘れない僕も見習わなきゃな。カズヤ、どうしたのだ。移動するぞ。え、あ、そんな、いつの間に。先に行くからな。あ、待ってくださいよ。はい、紅茶をどうぞ。ありがとう。なんだよ、今日はカズヤのケーキはなしか。あのね、どこにケーキ焼いてる暇なんてあったの。冗談だよ。うん、それじゃあ始めようか。メルバー少尉、悪いけど。はい、それでは入り口の警備に当たります。ごゆっくり。では今回のミーティングは質疑応答形式ということで、フォルテもいいかな。ああ、構わないよ。何でも聞いておくれ。よし、それではリコ。え、はい。まずは君からだ。ありがとうございます。それじゃあ、あのフォルテさんに聞きたいんですけど。ああ、ミルフィーのことだね。はい。お姉ちゃんはあんな機械つけられちゃって、大丈夫なんでしょうか。リコ、安心をし。ベレルも言ってただろ、ミルフィーは今のところただ唯一のゲートキーパーなんだ。安全は保証されたようなもんさ。大丈夫だよ、絶対に。はい。リコ、これは気休めなんかじゃないよ。かなり論理的な答えだ。あのベレルってやつは俺の見立てではかなりの計画派だ。自分の立場を危うくさせるような要因は絶対に作らないタイプさ。俺も保証するよ、ミルフィーは安全だ。はい、ちょっと安心できました。ありがとうございます。うん、では次は聞きたい聞きたいって顔に書いてあるカズヤかな。え、僕はとにかくあのベレルってやつのことですよ。一体何者なんですか。ズバリ言えばアブソリュート人だね。すいません、アブソリュートについては訓練中に講義を一度受けただけなんです。だからあまり詳しいことは。そうか、カズヤの訓練期間は短かったからな。ならこの機会だ、そこから説明しようか。お願いします。カズヤはその一度の講義でアブソリュートの何を教わったのかな。まずそこを教えてよ。ノイエ、エデンを含むいくつかの宇宙は全てアブソリュートにつながっているんですよね。だからアブソリュートを返せばどの宇宙にでも行くことができるんです。要点はこのアブソリュートを返せばってところで、各宇宙間では往来は不可能であると、こんなところですか。なんだ、ずいぶん分かってるじゃないか。優秀な講師だったんだな。
ノアさんって方が教えてくれました。あ、なんだ、ノアに教わったのか。ええ、よく覚えてます。その、どう見ても子供だったので、なんか部屋に入ってくるなり。私はすごく忙しいの。だから、要点だけ教えてあげるわ。って言って、あとは流れ落ちる滝のように説明してくれました。ノアらしいや。うん、なるほどね。それじゃあそれ以外のことを説明しようか。あれは何年前になるんだっけ。俺とミントがアナザースペースに閉じ込められたのは4年前だね。そうか、もうそんなに経つのか。その時だったよね。俺たちをサルベージするためにライブラリを調べてたノアとルシャーティがアブソリュートに関する記録を見つけたのは。ライブラリ？ルシャーティ？ああ、ライブラリってのはエデンのバカでかいデータベースのことで、ルシャーティはそこの管理者さ。まああまり重要な部分じゃないかな。そうですか。とにかくそうして俺たちはある日突然アブソリュートの存在を知ったのさ。そしてそこへ通じるクロノゲートもほどなく発見され、それを開閉できるのがミルフィーだけだってことも判明した。はい。で俺たちはクロノゲートをくぐりアブソリュートへ行ったわけさ。正直驚いたね。アブソリュートを初めて見た時は星も何もない空間に無数のクロノゲートが並び、その中心にセントラルグローブが不気味に浮かんでいたんだ。聞いたことがあります。アブソリュートの中枢みたいなイメージですよね。みたいじゃなくてまさに中枢なんだ。なぜならセントラルグローブの中心にはマスターコアと呼ばれる部屋があってね、全てのクロノゲートを一括管理できるシステムがあるんだよ。全てのゲートをですか？ああ、全てだ。もちろんゲートキーパーが必要だけどね。あ、なるほど、合点がいきました。だからベレルはミルフィーさんを。え、何？タクト！フォルテ。信じてた。きっと何とかしてくれるって信じてたよ。ご期待には添えたかな。あ、私の旦那になるだけのことはあるね。え？またまた。そんなに褒めちゃって。ああ、褒めるさ。大したもんだよ、本当に。え？え？よかった。本当に。あ、え？中佐、さぞ近かっただろうが。お熱いのだ。はい。まあ、羨ましいですわ。なんで？フォルテ、ほら、みんな見てるよ。見させておきなよ、減るもんじゃなし。おいおい、あんたら夫婦だったのか。え、ああそうだよ、アニスには言ってなかったか。僕も聞いてません。あれ、そうだっけ。そうですよ、全然聞いてません。ああもううるさいね。まったくカズヤ、野暮にも程があるよ。そんなこと言ったって。まあまあ、そんなわけで俺の奥さんのフォルテだ。もう十分に理解しました。ごちそうさん。でもタクト、あ、さすがだったよ、本当に。戦いの時私は本気だった。でもそれはあんたを信じていたからなんだ。ああ分かってるよ。でもささて、それじゃあミーティングを始めようか。お、待てよ、フォルテもセルダールも解放されて一段落したっていうのに、いつも通りってのもな。よし、ティーラウンジだ。たまには雰囲気変えていこうよね。リコ、悪いけど。はい、すぐに手配します。
みんなも聞きたいことがたくさんあるだろ。そうですね。お茶でも飲みながらまったり行こうよ。タクトさん、ミントさんからいただいたお茶を入れましょうか。お、いいね。セロンだっけ。あれ美味しいよね。フォルテも好きだったよね。ん、ああ、そうだね。いやー、ゆっくりお茶なんて久しぶりだな。はい、みんな移動移動。実に完成する。え？何がですか？シュトーレン中佐は現在自戒の念に苛まれている。ええ、そんな感じですね。本人もそれを気にすまいと努力しているが、ことあるごとに表面化しているようだ。特にマイヤーズ司令が入室してからはその症状は顕著に現れていた。よく分析してるな。そして中佐の発するいわば負のオーラは場を沈み込ませ、あのままミーティングを続けた場合、我々のストレスはかなりのものになっただろう。なんかオーバーな気が。そこでマイヤーズ司令は通常とは異なる例外的な行為を取り、場の雰囲気をポジティブなものへと一気に転化させてしまったのだ。良い意味で話の腰を折ったわけだな。なるほど。ああいったところは積極的に見習わなければと思う。そうですね。いつでも周りへの気配りを忘れない僕も見習わなきゃな。カズヤ、どうしたのだ。移動するぞ。え、そんな、いつの間に。先に行くからな。あ、待ってくださいよ。はい、紅茶をどうぞ。ありがとう。なんだよ、今日はカズヤのケーキはなしか。あのね、どこにケーキ焼いてる暇なんてあったの？冗談だよ。うん、それじゃあ始めようか。メルバー少尉、悪いけど。はい、それでは入り口の警備に当たります。ごゆっくり。では今回のミーティングは質疑応答形式ということで、フォルテもいいかな？ああ、構わないよ。何でも聞いておくれ。よし、それではリコ。え、はい。まずは君からだ。ありがとうございます。それじゃあ、フォルテさんに聞きたいんですけど。ああ、ミルフィーのことだね。はい。お姉ちゃんはあんな機械つけられちゃって、大丈夫なんでしょうか。リコ、安心をし。ベレルも言ってただろ、ミルフィーは今のところただ唯一のゲートキーパーなんだ。安全は保証されたようなもんさ。大丈夫だよ、絶対に。はい。リコ、これは気休めなんかじゃないよ。かなり論理的な答えだ。あのベレルってやつは俺の見立てではかなりの計画派だ。自分の立場を危うくさせるような要因は絶対に作らないタイプさ。俺も保証するよ、ミルフィーは安全だ。はい、ちょっと安心できました。ありがとうございます。うん、では次は聞きたい聞きたいって顔に書いてあるカズヤかな。え？僕はとにかくあのベレルってやつのことですよ。一体何者なんですか？ズバリ言えばアブソリュート人だね。すいません、アブソリュートについては訓練中に講義を一度受けただけなんです。だからあまり詳しいことは。そうか、カズヤの訓練期間は短かったからな。ならこの機会だ、そこから説明しようか。お願いします。カズヤはその一度の講義でアブソリュートの何を教わったのかな。まずそこを教えてよ。ノイエ、エデンを含むいくつかの宇宙は全てアブソリュートにつながっているんですよね。だからアブソリュートを返せばどの宇宙にでも行くことができるんです。要点はこのアブソリュートを返せばってところで、
各宇宙間では往来は不可能であると、こんなところですか。なんだ、ずいぶんわかってるじゃないか。優秀な講師だったんだな。ノアさんって方が教えてくれました。あ、なんだ、ノアに教わったのか。ええ、よく覚えてます。その、どう見ても子供だったので、なんか部屋に入ってくるなり。私はすごく忙しいの、だから要点だけ教えてあげるわって言って、あとは流れ落ちる滝のように説明してくれました。ノアらしいや。うん、なるほどね。それじゃあそれ以外のことを説明しようか。あれは何年前になるんだっけ。俺とフォルテがアナザースペースに閉じ込められたのは4年前だね。そうか、もうそんなに経つのか。その時だったよね。俺たちをサルベージするためにライブラリを調べてたノアとルシャーティがアブソリュートに関する記録を見つけたのは。ライブラリ？ルシャーティ？ああ、ライブラリってのはエデンのバカでかいデータベースのことで、ルシャーティはそこの管理者さ。まああまり重要な部分じゃないかな。そうですか。とにかくそうして俺たちはある日突然アブソリュートの存在を知ったのさ。そしてそこへ通じるクロノゲートもほどなく発見され、それを開閉できるのがミルフィーだけだってことも判明した。はい。で俺たちはクロノゲートをくぐりアブソリュートへ行ったわけさ。正直驚いたね。アブソリュートを初めて見た時は、星も何もない空間に無数のクロノゲートが並び、その中心にセントラルグローブが不気味に浮かんでいたんだ。聞いたことがあります。アブソリュートの中枢みたいなイメージですよね。みたいじゃなくて、まさに中枢なんだ。なぜならセントラルグローブの中心にはマスターコアと呼ばれる部屋があってね、全てのクロノゲートを一括管理できるシステムがあるんだよ。全てのゲートをですか？ああ、全てだ。もちろんゲートキーパーが必要だけどね。あ、なるほど、合点がいきました。だからベレルはミルフィーさんを。